こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、Amazon からね、えー、このディアセラー l e r と、7月1日から、えー、オーストラリア政府が、えー、GST を1000ドル以下の消費にもかけますというようなことでね、えー、登録住所を確認してくださいというメールが、えー、届いている方もいらっしゃるかと思います。でこれね、えー、ここの 発送先住所の確認リンクをクリックしていただいて、ここに自分の住所が出てくれば OK です。で、ここに空欄だったりね、登録しろって出てきた場合には、えー、登録してください。で、登録の方法等分かんなければね、えー、ここの画面キャプチャーを、ね、クリックした後の画面キャプチャーを送っていただければ、ナビします。えー、これとりあえず、えー、今月の26日までに、えー、やってくださいと。 いうね、連絡来てますんで、アマゾンってね、えー、連絡がね、たまに間違えたり忘れたりしますんで、一応このメール見たら、えー、ここの、ね、リンクをクリックして、住所がちゃんと登録されていることを確認してお、えー、いてください。まあね これはどっちみち登録しなきゃいけないんで、この発送元住所は登録しなきゃいけないんで、ここをね、えー、忘れてて、まあ、いつの間にか販売が止まってたということになったらね、えー、もったいないんで、えー、26日までに必ずこのリンクを確認して、えー、チェックしてみてください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。